第二次世界大戦中に撮影された陸軍航空軍幹部ら。ピンクグリーンの制服を着用しているピンクグリーンは20世紀初頭にアメリカ陸軍が採用した当期勤務服の通称である。また21世紀初頭に考案された類似のパターンの勤務服はアーミーグリーンと呼ばれる。いわゆるピンクグリーンの制服は1920年代に 初めて採用された。これは茶色がかった緑色のジャケットと、かすかにピンクがかった明るい色のズボンの組み合わせだった。1942年までは、茶色の革製サムブラウンベルトも、アクセサリーとして含まれた。1944年、いわゆるアイゼンハワージャケットが任意で購入される、オプションとして導入された。1948年以降、着用は、 勤務時間外及び、非公式な夜間の社交行事の際のみに限定された。1958年2月1日、陸軍の現役将校によるピンクグリーンの着用が完全に禁止された。1959年10月1日、陸軍予備役及び陸軍周兵においても着用が禁止された。ピンクグリーンは、陸軍が認めたものとしては、 最も派手で目立つ制服の一つとも評された。アーミーグリーンの制服を着用した軍人ら。アーミーグリーンは一般的な勤務服と位置づけられ、従来同じ用途で着用されてきた青色のアーミーサービスユニフォームは式典やパレードでの礼装として用いられることとなったピンクグリーンの廃止からおよそ60年後の2018年11月11日。 陸軍はピンクグリーンを踏襲して新たにデザインされた勤務服が2020年から認可され2028年までに段階的に更新していく旨を発表した。新制服の採用は1954年から着用されていた緑色のグリーンサービスユニフォームが2015年に廃止されたことで生じていた青色のアーミーサービスユニフォームとアーミーコンバット ユニフォームのギャップを埋めることを目的としていた。この決定に伴い、青色のアーミーサービスユニフォームは、グリーンサービスユニフォーム廃止前と同様に、式典等でのみ着用される冷蔵と位置づけられることになる。貸しカンペンは年間の衣類手当を利用して、この新制服を購入することが可能で、また、採用にあたって、アメリカの納税者に貸す負担は皆無であり、すべて、 アメリカ製であると説明された。発表当時の陸軍再選人上級総長、ダニエル・ a デイリーによれば、陸軍は新制服の名称として、ピンクグリーンではなく、アーミー・グリーンを選んだという。2018年にデイリーが説明したところによれば、アーミー・グリーンには、オリーブグリーン色のギャリソンキャップが標準的に付属し、ベレー帽とサービスキャップはオプション品とされた。 タンカージャケット、ボマージャケット、アイクジャケットもオプション品として用意された。発表の時点では正式決定には至っていなかったが、空挺隊員がアーミーグリーンを着用する際には、茶色のジャンプブーツの着用を認めることが検討されていた。女性兵士にも男性兵士と同様にパンツが標準的に支給され、スカートはオプション品となる。これは、 性別に関かかわらず同じ兵士に見えるようにという、女性兵士からの強い要望を受けての決定だった。ありがとうございます。